皆様こんにちは。北海道の物件をご紹介する、不動産 F ズライフです。本日は札幌市中央区南11条、札幌市電の西線11条に来ておりますん。タイミングよく市電が走っていますね。路面電車は全国だと22路線、北海道だと札幌と函館の2カ所のみ走っているようです。そんな市電駅のある交差点を反対側まで渡り、東に直進すること1分。本日ご紹介する物件が、こちら。早速何やら文字が書いていますね。アジトー。アジトとはまた秘密基地みたいな物件名ですね。その下には、チルラクシングルームと書いています。ここ数年日本で流行っていたチルアウトの、チルとリラックスが合体したもので、似たような言葉が合わさり、パワーアップした言葉のようです。例えるなら少し少ないみたいな感じでしょうか。要は整ってくつろぐ、めちゃくちゃまったりするお部屋だぜ、ってことですね。それでは建物内を見ていきましょう。それでは、オープン。入って左には集合玄関機と自動ドア。右側には郵便ポストと宅配ボックス。個数は19個のようですね。宅配ボックスは3カ所。少し少ないですが、大きめのものも入りそうな宅配ボックスです。その隣はチラシ捨てですね。それでは秘密のパスワードを入力してオープン。本日はなんと4部屋のご紹介になります。サムネにもある通り、今回のお部屋は 1K のミニマムな新築とのことで、かなり巻きでのご紹介となります。それでは早速1部屋目。オープン。靴箱の上でウェルカムされています。靴箱は設備ではなく、このお部屋と次のお部屋だけはモデルルームとなっているようで、装飾が施されたお部屋とのこと。中に入ると、冷蔵庫と洗濯機がありますね。こちらはモデルルームだけではなく、冷蔵庫と洗濯機は全部屋につきます。キッチンは可愛らしいサイズのもので、一口ですがコンロがついており、キッチン周りで必要な家電は電子レンジくらいでしょうか。そんなキッチンの背面は、オープン。お風呂。こちらは洗面台がついた2点バスと呼ばれるものですね。新築でこの作りとはとても珍しいです。洗面台があるので、シャワーも浴槽側に、ビジホのようなお風呂ですね。そんなお風呂はこの辺にして、その横は、オープン。もちろんのトイレ、標準的なトイレですが、温水洗浄便座がついているのはポイント高いです。他はまあ標準的なものなので早々に済ませまして、居室部分を見ていきましょう。こちらは 5.23 畳のお部屋。モデルルームだけあっていろいろなものがありますね。とても小さめなお部屋ですが、初めての一人暮らしにはとても良さそうです。というのも、最初は物がそこまで揃っていないので、物が置けないということがほとんどありません。大きい机があるという方は手放しましょう。ストーブとエアコンは標準設備。チェストとテレビもありますね。チェストはモデルルームだけですが、こちらのチューナーレステレビは、冷蔵庫洗濯機に続き、なんとテレビも標準設備とのこと。テレビは壁掛けになっており、とてもスッキリしております。テーブルのサイズはこれくらいが良さそう。ベッドは先着順で有料レンタルできるみたいです。
そんな可愛いお部屋の角には、何やらハンド穴部分が、あ、どうやら扉の裏は隠し収納のようですね。そんな一部屋目が終わりまして、次のお部屋へ。こちらのお部屋もモデルルーム仕様、と、ここで。ピンと。ピントカメラを使っていても、欲しい時はピントが発生してくれなくて、少々困り気味になりながら、オープンします。って言うてたら早速、ピンと。連続発生ありがたや、です。もうピントカメラはピント合わなくても。靴箱は先ほどの茶系とは違い白系。部屋ごとに違いますね。お部屋ごとに雰囲気を分けるとは、弊社とズブズブな会社さんに似ていますね。お部屋に入ったら、先ほど同様に水回り。全部屋 1K 物件とのことですので、作りはほとんど似た感じになりますが、お部屋ごとに雰囲気は違いますので、ぜひ最後までご視聴ください。お風呂は向きこそ違いますが、基本的に変わらなそうなので、居室部分を見ていきます。明らかなトイレも飛ばしまして。こちらは置いてある家具のせいか、とても可愛らしく感じるお部屋。置いてあるものだけでこんなにも雰囲気が変わるのですね。こちらのお部屋は、セカンドハウス利用 OK なお部屋とのことで、メインのお家がありつつも、一人だけのスペースが欲しいとかの方も利用できるようなので、書斎代わりにも使えます。お勉強がはかどりますね。お部屋の角には、またも隠し扉が、あ、そんな可愛らしい2号室タイプでした。と、お部屋から外に出ると正面にはエレベーター。気づかずに階段で2階まで来ておりました。ちなみにこちらのエレベーターは触れずにボタンを押せるタイプ。せっかくならとエレベーターに乗って5階に到着。お次は1号室タイプです。オープン。お、お部屋の雰囲気が少々違いますね。かっこいい系なお部屋のようです。せっかくならトイレも見てみましょう。こちらはコンクリート打ちっぱなし調の壁紙。かっこいい系踏襲ってことですね。ヘリンボーン調の廊下を抜けると、キッチンからの居室部分。今までのお部屋よりも少し狭く感じるかな。こちらは約 4.18 畳のお部屋。かなりのこじんまりとしたお部屋ですね。私も昔 1K のお部屋に住んでおりましたが、実はめちゃくちゃ過ごしやすいのです。ベッド中心にはなりますが、ベッドがソファー代わりで、そこでテレビを見て、そのまま寝るってな具合で、大きい机など置かない方は意外とこれくらいで、何も苦もなく過ごせます。こちらは北側のお部屋ですが、北側は道路になっているので、抜けてる分明るく感じますね。暖かい南側か明るい北側かって感じでしょうか。すーと、まあかっこいい感じの3部屋目が終わりまして。最後の4部屋目。オープンします。おお、明るい。先ほどのダーク系とは違うタイプですね。そういえば、こちらの物件をお申し込みの際にはぜひ概要欄からお問い合わせください。というのも、2023年5月現在のキャンペーンとしまして、全部屋賃料4000円ダウンしたばかりで、さらに、敷金なし、さらに、1ヶ月分賃料無料と保証会社の初回保証料オーナー様負担と、かなり太っ腹なキャンペーンを実施中です。さらに、当チャンネル限定でもっとお得に借りられるかもしれません。こちらの物件に住みたいなぁという方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。4部屋目は先ほどと同じ、約 4.18 畳。全体的に白が多く、北側で抜けてるのもあり、明るくてわずかに広く感じるお部屋でした。
以上が、札幌市中央区、現状大変お得なキャンペーン実施中の、アジトなお部屋でした。それでは本日もご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価も、ぜひ、よろしくお願いします。北瀬北瀬海、ガレージハウスな、1LDK の新築。階段を登った先に待ち受けるものとは？次回、天国への階段。この次も、内見内見。